おはようございます。こんにちは。こんばんは。せつなけいすけです。今回は、このゲーム、マイクラフトの実況をしていきたいと思います。よろしくお願いします。はははは。ま、いつも通りですよ。いつも通りって、まだパート2やけどな。前回はね、前回のラストでね、あんなクリーパーに襲われるっていう悲劇がありましたよ。で、そのクリーパーに襲われて、寝てすぐの状態から始めております。まあ、今回の目標は前回に引き継ぎ石炭であります。石炭なんで見つからんのだろうって状態やもんね。なんでだろう、なんでだろう、なんでだ、なんでだろう。石炭を探しに、走っているのに、全然洞窟みたいなところがないのは、なんでだろう、なんでだろう。とりあえず石炭よ。あと食料も欲しいな。さっきアヒル逃がしてしまったな。それがちょっと残念でならん。お、アヒルちゃん、アヒルちゃん、ニーラメッコ知りましょう。ニーラメッコ知りましょう。ニーラメッコ、ん、何もゾミの声。とりあえず肉いただきます。食料がないとね、人間生きていけないんだよ。いただきまーす。満腹にはならんのもな。肉1個分やし、なんか変なん出てきたし、食あたりか。それより動物だよ、動物。あ、また。とりあえずいただきます。とりあえずこんな感じで、まあ探しつつも肉があったらいただきます。で、行きましょう。なんかここありそうやな、なんか。暗いわ。ありそうだと思ったら暗いわ。暗いわ。こんなとこ行けんわ。あかんよ。こんなところ行ったら多分、ヤブインがおるよ。こういう朝でもね、洞窟の奥に進んだらね、敵がいるんだよ。それを分かってもらおうか。てか、アーヒルくん、アーヒルくん、わーい。ごめんよ。君たちを食わないと僕が死ぬんだ。そうですな。早いところ、ほんと、石炭を取らなな。石炭、石炭、どこにいるんだ。あ、狼。わ、狼だ。今はどうでもいいわ。じゃあ、もう、気が邪魔。やばいぞ。マジで石炭が見つからない。どういうことだろう。運が悪いな、俺。早い段階で本当に石炭が欲しいよ。石炭、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 カモン、石炭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 、ドキドキアヒル、石炭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 、石
きたん、好きたん、好きたーん。ないぞ。あれ？卵があった。卵ばっか見つかるんだが。どういうこと？この世界に卵があれば生きていけると思うなよ。ああ、焼け食いや。もう焼け食いや。ああ、もう。焼けやな、焼けになってきた、もう。ああ。石炭、石炭、どこにいる？石炭、石炭、どこにいる？石炭、石炭、石炭。石炭。石炭、石炭。石炭。ねえ、坊や。ねえ、坊や。ねえ、ったら、石炭どこにあるか知らない？ねえ、宇多田。狩らせていただきまーす。狩らせていただきまーす。狩らせていただきまーす。あ、とうとう、剣が切れたな。狼くん、これが自然の摂理なんだ。豚を殺したのはね、僕が生きるためであってね、僕はね、この豚くんたちに感謝しなきゃいけないんだよ。豚くん、ありがとう。ありがとう。よし、とりあえず剣を作っていこう。作っとかないかんな、やっぱ剣。簡単に切れるんです。じゃん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 、作ってワクワク作って、何乗っかってんだよてめえ。俺の作業台だよ。邪魔だ。よし、さて剣作ったし、わーい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 、オーケーオーケー。肉はとりあえず確保したね。さて、狼が周りにおるけど気にせず寝ておきましょう。石炭どこある？全然石炭見つからない。どういうことやねん。この世界、石炭は、石炭という存在は、存在しないのか、石炭。だから飛んどったな。まあいいでしょう。石炭、石炭、どこにある？石炭、石炭、会いに行く。石炭、石炭、会いに行くけど、まず腹ごしらえ。やっぱ豚の肉は偉大や。鶏の肉より、アヒルかなあれ。鶏か。鶏の肉より、バンバン腹ごしらえできよ。お、イカじゃん。イカって倒したら何か出てくんかな、俺知らない。行ってみまーす。わーい。わーい、わーい、わーい、わーい。わーい。なんか電入ったかな。あ、イカスミ。イカスミって食えるんかな。わーい、いただきまーす。あ、食えんのじゃ。食えんかった。いや、こんな、なんか中途半端なこと言おったら俺がもう完全な初心者丸出しに見えるわけよ。まあ、初心者なんやけどさ。こんなに初心者ってことを大ピラにする実況者はそうはいないでしょ。それよりよ。石炭だよ。石炭全然見つからない。どうしようかな。いて。アーヒルくん、アーヒルくん、石炭どこにあるか知らないね。石炭だよ。どこにあるかし、おちょ、お前、俺がちょっと頭下げて、ちょっと聞きょのに、それは無視はないんじゃない。お仕置きだ、お仕置きだ、お仕置きだ。あ、なんか変な感じに、変なボタン押しちゃった。変なボタン押しちゃった。ち、知らんのか、アヒルくん。アーヒルくん、このアーヒルくんなら答えてくれるんだな。アーヒルくん、な、アーヒルくん。おい、何でそっぽ向いたんだ。おら、ボケ。くそ。やばいぞ、ほんと石炭ないよ。川を下っていったら、下る方向なんかも知らんけどさ。この川の、川沿いに住んでいったらあることかな。ないかな。やばいぞ、石炭がないぞ。
石炭で入らんままパート2は行きたくない。パート2終わりたくないよ。石炭がないと洞窟探検できないからね。いや、でき、いや、なくてもやる人はおるらしいけどさ。俺はさすがに無理があるわ。石炭がどんだけ偉大なことか。マインクラフトやっている人だとってはわかるよ。けどね、上級者になったら使わん人っていうのが出てくるらしいな。松明を使わずに洞窟を進んでいく的な。わーい、卵だ、卵だ。わー、卵なんかある今。6個もある。こない卵集めて何かに使えるんかな。俺知らない。マインクラフター初心者はもう知らない。ごめんね。君たちの肉をいただくよ。君もね。あ、肉が変なとこいた。木下に。あ、おし。じゃなくて、石炭。石炭はどこだい？石炭がないんだよ。やばいね。全然石炭が見つからないね。目だねえよ。お、かぼちゃだ。わあ、かぼちゃだ。ちょっとかぼちゃいただいていこうかな。何使うか知らんけど。何使うかは知らんけど、かぼちゃは もらっておこうか。よし。かぼちゃだ。かぼちゃは食えるんちゃうんかな。かぼちゃは食えてほしいな、これ。食えんのか。おう。じゃなくて、石炭ね。石炭が見つからないよ。どうすればいいかな、アルさん。誰だよ。やばいな、本当に石炭ないぞ。どういうことこれ。何が起こったんこれ。石炭。石炭が見つからないんです、私は。石炭が欲しいのに石炭が見つからないんです。どういうことだろう。え、この世界に石炭ってないんかな。あるはずなんやけどな。おかしいな。石炭がないっておかしいな。みんな、僕がなんで石炭が手に入らないか、ちょっといろいろ考えてみたんだ。まあ、ちょっといろいろ考えてみたんだ。大切なんで2回言いました。そうですね。いろいろ考えてみたんだけどさ。まあ、3回目だね、言ったの。うん。こんなに頑張って探しているのにさ、見つからないなんて、おかしいとは思わないかい？うん。それはね、多分ね、俺の運がないからだと思うんだよね。うん。運だよ、運。あの、幸運の運だね。うん。だからね、ちょっとね、お参りをしたいと思うんだ。え、お参りってなんだいって話だけどね。まあ、その前に、お墓的なものが必要だよね。お参りにはね。うん。そこで、ちょっと お墓の代わりになりそうなものをちょっと作りたいと思うね。うん。そんなことをしている暇があったら探せって思うよね。まずね、簡単に作っていこうかな。とりあえず、まあ、木を置きます。木材。そしてさっき拾ったカボチをポン。ポン、あれ？ポン、あれ？ポン、ポン。あーし。いいねー。なんかいいねー。あと丸石。丸石をポンって置いといて。あんまり、あげたくないんやけどさ。自分で食いたかったんやけどさ、しょうがない。はい。あれ？乗っからない。あれ？乗っかった？乗っかれ。乗っかれよ。綺麗に乗っからんな。よし、こうやって、ごめんよ。乗っちゃったよ。よし。あれ？なんで自分で拾いよ、俺。おし、これでよし。まあ、こんな感じでお墓の代わりになるものを用意しましたよ。では、これから、石ちゃんを探しに行きます。どうか、私メラに、なんかおかしいな、まあ、いいや。石炭を、お授けください。よろしくお願いします、神様。お願いします。イエーホー。よし。
多分これで手に入るわ。よし、これだったらガッポガッポ手に入るぞ。よっしゃー、肉片付けたんやけんな。大切な肉を煮込もう。ほら、そのせいであとは鶏肉しか食料がないぞ。肉の偉大さを分かってる俺としてはちょっときついんぞ。さーて、でもね、こんだけお参りしたらさすがにね、石炭見つかるんじゃないかな。よーし、行くぞー。見つかるといい。ゴアップガープ見つかって、他のマインクラフターたちが羨ましいってなるようにやってやるよ。ほうほうほう、見て俺。そう、お、お、あるんじゃん石炭、うえ、あるんじゃん石炭、やったで、やったかもしれんで、けど暗、けどやったな。わ、もしかしてお前で聞いたか、お前で聞いたんじゃん、すげえ、あんな簡単な、あんな簡単なやつ作ってお参りしたら結構あるんでいけたんじゃん、ご利益もらえたんじゃん、やったじゃん。なんこれ、キノコ、なんこれ、なんこれ、どれかな、あ、キノコだ、そのままだった。やったやん、もしかしたらあるんじゃん、一個ぐらいあるんじゃん石炭、けど暗いな、そうそう寝れるかな、よいしょ、おーし、来たかもしれんよこれ。あー、まだ暗いわ、この石炭じゃない、なんだろうなこれ、電話あるな、よーし、奥の方に進め、暗い暗い暗いよ暗いよ、ブライトさん、僕をどうする気なんですか。ああ、暗くて見えないや、クラスがこんなに俺に冷たく当たるとは思わなかったよ。ダメだね、石炭、あ、あるじゃん、よく見たらあるじゃん、石炭これじゃん、石炭これじゃん、あるじゃん、キャーペッペペー、やった念願の石炭来たー、よし、どんどん掘れ、どんどん掘ろう、やっぱ神のご利益あったわ、やったかぼちゃ神様々やん、かぼちゃ神って呼ぼう、どんどん掘れ、どんどん掘れ、いやーはー、掘れるだけ掘っとこう、よかった、もしかしたら一生手に入らんかと思った、石炭それだけは避けたかったんよな。石炭の偉大さ、もうないんかな、こっちないな、じゃあ、お、もう一つあった、じゃあそろそろタイマーツを作ろう、あ、棒少な、これはあかんで、こっちのやつも使っとかな、な、よし、こんだけ確保して、こっちに加えて、タイマーツはもう14個全部こっちに回してもいけるでしょう。よし、これで、よし。わーい、来たー、松明確保しましたー、56本、やったね、せっかくだから俺はここに置くことを選ぶぜ、お、さらなる石炭、いいねー、ご利益あったじゃん、肉2個を神に捧げてよかったわ。あ、ちょっと、あークリーパーじゃないか。ああ、そうだ。よく考えたら説明しなかったかな。いや、知ってる人多いと思うけど、一応知らん人がおるかもしれんけんってことで、説明しておこうかな。前回のラストに出てきたあの緑のやつ。で、今の爆発もそうです。あれはクリーパーと言いましてね。ゾンビを
マインクラフターのアイデアは、ちょっと、説明してるのよ。逃げろ。説明してるんだから、ちょっと今はやめといてね。ですね。今の、まだ来る。死にたくないよ。あまりだ。逃げろ。ここ埋めよう。めっちゃ刺さっとるよ。よし。なんとか逃げ切った。説明してるんだからやめてよね、今は。一つずつ説明しておこうか。ですね。まず、前回のパートのラストに出てきたあの緑のやつはクリーパーですね。プレイヤーが接近したら爆発するという恐ろしいやつ。通称匠。あの、上手って意味の匠ですね。まあ、そうですな。あと、もう一つ、緑のやつ、緑じゃないわ。矢を撃ってきたやつ、おったでしょ。それは、なんて言ったっけ。スケルトン。あの、骨って意味のスケルトンですね。あれはね、別名、スケさんと呼ばれております。今みたいに、プレイヤーを見つけたら、矢を撃ってきてですね。まあ、厄介な敵なんですよ。あともう一つおったのは見た目通りのゾンビです。あっちは問題ない。格闘攻撃というか、そんなにしかしてこんからね。とりあえず、ここで回復するのを待つ。なに?なんか、豪華な音になったけど、なん今の。俺は知らないよ。まだ刺さっとるよ、もう、日本。あいつ、やりやがった。あれ。登れないの?頑張れ。よっしゃー。あっち!まだ引っ張られる。まだ引っ張られるんかい。やめてよね。掘りにくいったらありしないよ。よし。ようやく。ここら辺の、もう、全部取ったかな?ふい。いろいろありすぎでしょ。まだ外は、朝か。とりあえず通路作っとこう、外に出るための。あ、こっちはあれじゃ。こっちは開けたらあかんやつじゃ。こっちにはまだつけると思うと思う。スケさん。諦めてえな。とりあえず外に通ずる道を作っとかな。よし。お、いい感じ。で、こんな感じでこう来ればいいんじゃ。オーケー。よかった。何はともあれ無事で生き残ったわ。よし。んでもってこう来ればいいんじゃ。目印ってやったかな。いきませんな。よし。あいてぇ。んじゃあまあ、とりあえず散らしておいて、じゃあキャプチャーも時間もこんな感じですから、今回はこの辺にしておこうかな。波乱万丈でしたね。神様は俺を見捨てていなかった。ようやく石炭が手に入ったな。じゃあ次回からも頑張っていきますよ。新しい目標を立ててね。はい。じゃあ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。See you again.